もう本当にその今同じ競技にちょっとやりたい人もいないですけど、いや本当に天才的な動きをすると思うし、実際にこう手合わせるとやっぱりすごいなと、まあ、振り向かせるじゃないですけど、まあ、あんまなるんだよっていうふうに思いますけど、
試合はライズレッドアーライブアンダー55キロトーナメント準決勝3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。